はい、こんにちは、こんばんは、てるです。はい、今回はね、前回本棚紹介の動画あげたんですけど、それとは別にね、また新しく本棚をね、設置したので、そちらの方を紹介していこうかなと思います。はい、で今ね、画面に映ってるのがこれ本棚です。はい、ちょっと全体映すとちょっと他のところも映っちゃうのでちょっと映せないんですけど、こんな感じのこの4段のやつですね。4段の1列のやつ。はい、これが、4つあります。はい、2個で、その上に2個っていう感じで、はい、こんな感じでね、22でやってあります。はい、ではね、今これ何にも入ってないんですけど、これがちょっと本入れていって、1列どれくらい入るのかまず見ていきたいなと思います。はい、では入れていきます。ということでね、ちゃちゃっと、本棚詰めてみたんですけど、1列こんな感じですね。10と、12、22ぐらいですね、青年コミックで。はい、で、普通の、少年の、そのジャンプとか、マガジンとかのコミックは、7の、もうわかんないですね。25、6ぐらいかな。はい。という感じぐらい入りますね。これが4段っていう感じで、ぼちぼちって感じですかね。で、今ね、パーッと詰めてみたんで、ちょっと紹介していこうかなと思います。はい、こっちから。漫画が結構大部分かな。一部ラノベ入れたんですけど、とりあえず入れた感じだと漫画を入れてみました。グランブル。12巻まで。はい、で、レプタイルズが1巻から6巻ですね。はい、漫画ね、ずっとこうカバーつけてなかったんですけど、一部ねつけてみました。はい、自分はずっとカバーはね、漫画にはつけてなかったんですけど、ちょっとねつけたいなと思い始めて、今後は全部つけていくかもしれません。それに合わせてね、ちょっと漫画の方はね、帯を取っていました、全部。いや、なんか帯取った方がいいかなってこう見るとね、思っちゃうんですよね。でもなんかラノベはね、ずっと買い始めてから帯付きだったんで、ちょっと外す勇気がないんだよね。という感じで。皆さんどうでしょうか？帯付けるか、付けないか。血のメイドがうざすぎる。1巻から4巻。はい。で、アンソロ。アニメも良かったね。最後まで結局見ました。ハウリングムーン1巻。ハウリングムーン。で、手ぶれはごめんなさい。手ぶれはごめんなさい。テンスラ。テンスラ1巻。で、最新10巻。はい。まだ読んでないです。で、かぐや様ね。かぐや様。かぐや様、ここらスタイ1巻。から、最新の12、やっぱ帯取った方がいいよな、表紙見えるから、で次がこっちですね。はい、ちょっとここキチキチに入ってんでちょっと抜けないんですけど、で、ドメスティックな彼女1巻から20巻最新ですね。はい、で彼女を借りします1巻から7巻、で5等分の花嫁が1から最新7で、川柳少女1巻から最新7で、ジュリエットが1から11かな11で、コミックアンソロですね。はい、こんな感じです。で、続きましてがこっち、幼児7巻。はい、7巻が最新だよな。で、ルート堀北1巻ね。2巻買ってないです。で、アンソロ。これね、カラーページとかも結構入ってます。で、なんでここに先生が1巻から。これアニメ化でしたっけ？確か。で、5巻ね。最新。はい。で、パラレルパラダイス。1から5。はい。これ下品だけどね、結構内容シリアスでね、面白いんだよね。で、姉なるもの1から3。はい、
で、はい。宇崎ちゃんは遊びたいです。一家。で、綺麗にしてもらえますか。一巻から二巻。はい。漫画はね、別に分けてないんですよね。うん。ぐちゃぐちゃなんですよね。で、こっちが、毒ニエクッキング1から、2。はい。で、ダンベル何キロ持てる1巻から5巻。はい。1巻から5巻。で、早乙女選手ひた隠す1巻から5巻。はい。で、週末のハーレム1巻から7巻。はい。週末のハーレムってなんか売れてますよね。うん。ただのエロ本なんだけどな。で、週末のハーレムのこれ、なんだろ、ファンタジアってやつ。うん、なんか、スピンオフみたいなやつね。で、ダーリンズ・フランキス。1巻から3巻。はい。内容どうあれね。やっぱ、矢吹さんが書いてるっていうだけで面白いよね。で、早乙女姉妹は漫画のためならの2巻。グリザイア・ファントム・トリガー。はい。グリザイア、アニメ化が楽しみ。アニメめちゃめちゃ楽しみ。1、2巻。はい。っていう感じですかね。はい。で、こっちに来て、なんかぐちゃぐちゃなってんな。ゴブリン・スレイヤー。コミカライズの方の1巻から、ちょっとぐちゃってんですけど、最新の6巻ですね。はい。6巻。で、ブランニューデイ。ブランニューデンの1巻。と、イヤーワンの1、2。はい。イヤーワン。全部ゴブスレです。うん。で、望まぬ節の冒険者のコミカライズ。1巻。2巻。これ面白いんですよね、コミカライズの方。で、冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになった。これコミカライズしか読んだことないんですけど、これ結構ね、面白いですね。原作の方も読んでみたいです。で、アズールレーン、コミックアラカルト。ドールズフロントライン、コミックアンソロ。はい。どっちもゲームやってます。で、これ以前紹介した、聖女の魔力は万能です。コミカライズ1、2巻。はい。この間、本屋で見かけたんですけど、原作の方。うん、なるほど読んでるからいいかなと思って買いませんでした。で、わざと見せてるカモイさん。ウィッチギルドファンタジア1巻。これす大好き。で、86のコミカライズ。86のコミカライズもね、すごいいいんですよね。おすすめです。クマクマクマベア。これめちゃめちゃ大好き。原作ともに。で、暴食のベルセルク1巻。これもね、コミカライズなんですけど、コミカライズの方しか読んだことないんですよね。ちょっとね、原作の方も読んでみたいかなっていう感じです。転生したらドラゴンの卵だった1巻。これもコミカライですね。で、回復術師のやり直しの1巻。4畳半異世界交流記1巻。これ結構面白かったです。4畳半のところに異世界からいっぱい人がね、やってきてね、それを主人公がおもてなしするって話です。で、フェイトグランドオーダーシャドウディフ。はい。これ漫画描いてるのがね、ゴブスレの人なんですよね。っていう理由で買いました。で、くのいちのいち1巻から、5巻で、の2。くのいちのいちの2の最新の3巻まで。はい。で、グランクレスト戦記1巻から、4巻。このね、グランクレスト戦記のコミカライズもかなりいいです。すぐおすすめしてます。で、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術のコミカライズ1巻から、最新8巻です。はい。で、これも以前紹介しました。転生したら剣でした。コミカライズ1巻から4巻。はい。という感じで、まあ上の段は以上です。はい。こんな感じですね。うん。仮詰めなんですけど、
まあ今後も変わると思うんですけど、とりあえずこんな感じで、はい。で下の段まだちょっとあるんでね、ここら辺が異世界迷宮でハーレムを1巻から2巻、これ確か3巻出てるんですよね、まだ買ってないですけど。いやこのね、世界迷宮でハーレムのコミカレーズはね、エロい、とにかくエロい、すごいですね。あの原作以上にいい。でデンドロのコミカレーズ、これも神コミカレーズ1巻で、プログレのコミカレーズですね、はい。第7巻で、まあ、日村奇跡さんが終わるんですよね、これで。で7巻の続きがこの間出たんですよ、これ、はい。これなんだ、なんとかのバルカローレってやつです、はい。続きです、はい。で、そうなんですか1巻、はい、から3巻、これ女の子たちが無人島に漂流してしまってサバイバルするって話、すごい面白いです。でゲームオブファミリア、これも異世界に飛ばされる系ですね、はい。で双葉さんちの兄弟1巻から4巻、はい。佐伯さんは眠ってる1巻、2巻、人狼記ウィンブルガー1巻から4巻、化け物語のこれもコミカライズ1巻から3巻、はい。ブラウンシュガーデイズ1巻、マイテツ1巻、女神のスプリンター1巻、はい、という感じです。でここがこの間本人紹介あげましたテンスラが、ずらっとありますね、最新13、はい。でこれはノベルですね、ここら辺は、奴隷商人しか選択肢がないですよ、1巻から3巻、はい。でスライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになってました1巻で、この下ですね、転生したら剣でした1から6、相変わらずまだ5巻買ってないです、最新6巻、はい。虐げられた救世主2巻、この辺はこの間これに紹介したやつですね、まだ読んでないんですよね。中魔法の間違った使い方1、2巻ネットゲームで対戦相手を煽ったらなぜか同級生の女の子に踏みつけられている、アラホーリーマンのシンデレラ転生、領民ゼロ人スタートの辺境領主様、望まぬ節の冒険者4巻、異世界帰りの現代、異世界帰りの勇者が現代最強1巻、生き残り錬金術師は街で静かに暮らしたい4巻、お前ごとき山王に勝てるなと思うなとの1巻ですね、はい。モンスターが触れる世界になったので好きに行きたいと思います2巻、鬼神転生記2巻といった感じですね、ここら辺は。とりあえず大判を入れてみました、はい。この本棚には、まあ、入れるなら大判かなっていう感じですかね、はい。であとこっち、あ、ここやったか。でこの下、ブルージャイアントが1からちょっと暗いんですけど1から10巻、いやブルージャイアントは本当に面白い、読んだことない方はねぜひ読んでもらいたいですね。ブルージャイアントシュプリーム、これ続きね、これが1から6、シュプリームはまあ世界編っていう感じですかね、はい、という感じです。松風さん走ってる1巻、 S ランクモンスターベヒーモスだけど猫に間違われてエルフ娘のペットとして暮らしてます1巻、コミカレーズ、これね結構面白かったですね、はい。アスクグラビア、トップグラビアアイドルの子がなんか落ちるとこまで落ちちゃうって話ですね。で素材採取家の異世界旅行記、これ漫画が友蔵さんが描いてるっていうことでちょっとびっくりして買っちゃいました、つい。で実際読んでみたらめちゃめちゃ面白かったです、はい。という感じですね、まあ、下あと2段あるんですけどこれまだ読んでない文庫のやつ入れてます、はい。で一番下は空いてますね、はい、といった感じです。一応今詰めたんですけど、
まあ、今迷いどころですね。とりあえず大半漫画入れてちょっとノベル入れたって感じだったんですけど、とりあえずっていう感じなんで今後はどうになるか分かんないですね。まあ、変更があったらまた紹介動画でも上げようかなと思ってます。という感じで今回は新しい本棚の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価お願いします。失礼します。